1月6日水曜日の洗濯天気予報をお届けします。こちらは兵庫県からいただいたリポートです。今朝は力強い朝日が出てきてくれました。この後も日差しが優勢になるのか、お天気見ていきましょう。天気分布予想を見ていきたいと思います。この先の天気の流れ、今日冬型の気圧配置となっていまして、やはり日本海側を中心に雲が広がって雨や雪の降りやすいお天気になりそうです。一方太平洋側ではオレンジ色、晴れのエリアが多く広がっていきます。今日はですね、日差しは届いていくんですけども、気温が低めになりますので、早い時間から長く洗濯物外干ししていただくと良さそうです。では洗濯指数マップも確認していきましょう。今日バッチリよく乾くというエリアが大阪、高知、名古屋となりそうです。こちらは日差しの活用をぜひ行ってください。東京でも乾きやすい予想となっております。その他乾きにくいのは広島、福岡、そして仙台です。こちらは雲が広がり、にわか雨やにわか雪の可能性があります。空の変化にご注意ください。また沖縄那覇でも乾きにくい予想となっています。こちらも雲が優勢の天気となっていきそうです。以上、洗濯天気予報をお届けしていきました。